ネットで話題というよりは現場で会話が生まれるか。 N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、チュッパチャッピング、チュッパチャップスです。チュパ語と日本語を変換することができます。 Twitter でのフォロー&リツイートキャンペーンも実施しています。それでは烈さん解説お願いします。はい、 Z 世代マーケティングのクリエイティブを学ぶことができるチュッパチャップスのデジタルプロモーション、まあ、もちろんスマートフォンメインのデザインになっていて、まあ、平成レトロってよりは、まあ、篠原智恵的な平成サブカルチャー、シティポップってよりは下北沢ポップなデザインになってるのかなと思います。まあ、コンテンツをこう見ていくと、よくわからん、なんて書いてあるかよくわからん言語で、まあ、これがチュパ語というものらしいです。もちろんこう日本語に変換することもできます、この右上でね。で、まあ、そうするとワクワクしてるみたいなものが出てくるとか、まあ、こうようやく自由に遊びに行ける世代っていうのもあって、こうワクワクしてるという投げかけをストーリーとしてチュパ語ミュージックビデオが公開されていると、まあ、見ていくとこれも全部内容的にはチュパ語で書いてあって、まあ、チュパ語って何なんだろうっていうところも面白いところなんじゃないかなと思います。そしてそのチュパ語で歌っているシンガーが誰だかわからないと、それがまあ公開されるっていうような、誰が歌ってるんだろうなっていうユーザーの楽しみも提供しています。で、まあ、そのチュパ語に関してもフリースタイルダンジョンとかでゲスト審査していた言語学者の川原さんっていう方がチュパ語というか、チュパ語をちゃんと言語学として捉えて、ちゃんと説明をしていたりとかですね、まあ、こういった真面目を取り入れることによってふざけているというような内容になってます。でチュパ語解読表もあったりして、まあ、これをチュパ語のさっきのミュージックビデオと入れていくと、ミュージックビデオを解読することも可能になっていると。でキャンペーンとしては非常にシンプルなツイッターのフォロー&リツイートキャンペーンなんですが、ムービーの投稿をリツイートしてほしいというところが書かれていて、まあ、ムービーを強調しているということは、まあ、動画再生数が KPI になっているかもしれませんね。Z 世代へのコミュニケーションとして捉えると、学校での話題に上がるかというところがポイントになってきそうですよね。デザインが可愛いとか、あの曲誰々じゃない、いや違うでしょう的な会話が学校である。ネットで話題というよりは現場で会話が生まれるかを重要視しているのがわかります。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また、面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在、無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。